10年以上前の話ですが、ど田舎から地方都市に出て一人暮らしをしていました。いつもはアパートのすぐそばのスーパーで買い物を済ませるのですが、友人宅に寄った帰りに行ったことのないスーパーに立ち寄りました。そこの店に入って、すぐから一人の店員、女が明らかにこちらをじろじろ。仕事中にチラチラ見るという感じではなく、店内のどこを見ていても視界に入ってきたので、万引きを疑われているのだろうと思い、ジュース1本だけ買って店を出ました。すると後ろから、すみません。と、例の店員が走り寄ってきた。じろじろ見られて不快だったし、当たり前だけど万引きもしてないし、何なの?と、明らかに不機嫌な顔で振り返ったら、店員はキラキラした目でこっちを見て、あの、先月、あの町のコンビニで、ガムとジュースとタバコ、ワンカートン買ってましたよね。と、興奮気味に話しかけてきた。いきなりのことで頭が回らずに、あ、そうですねと返事をしてしまったら女は、やっぱり、そうだと思ったんです。あの時、私も、そこのコンビニにいたんですよ。と、ヒートアップ。女の勢いに押されて、そうなんですか、と返事すると、そうなんです。あの時見かけて、すごいかっこいいなと思ったんですよ。あれから忘れられないんです。と、キラキラした目で、ぐいぐい近寄ってくる。私女なんですが、店先なので、他の客の視線も痛い。そんなの関係なく、女は興奮気味に話を続ける。ずっと会いたいと思ってたんです。近くに住んでるんですか?あのコンビニに何回か行ってるんですけど、会えなかったから今日会えたのは運命的だと思うんです。他にも何か言ってた、けど今覚えているのは、女の目も言葉も必死すぎて怖かったことだけ。ごめんなさい、急ぐんですとだけ言って、ダッシュで逃げた。友人宅に近づくのも怖くなって、それ以前に、いつかアパートまで、あの女が来そうで怖くて、親に相談して、仕事を辞めて田舎に帰った。ストーカーされたとかじゃないけど、街で見かけただけの女に、そこまでする人がいるとか怖くて、もう都会に出たい気持ちはなくなってしまった。